ちは、デイラキラス、チャンネルのデイラキラスでございます。今回はですね、ちょっとまあ出遅れ気味だと思うんですけれども、バトルスピリッツ、ウルトラ怪獣コラボブースターということで、ウルトラ怪獣がバトルスピリッツとコラボしてますよということで、そういうカードが出てるんですね。バトルスピ、名前ぐらいは聞いたことあるんだけどね、どうやってやるのか、ゲームの内容とか全く知らなくて、そもそもそういうカード系のゲームやったことない。デュエルマスターズとか、ああいうのもやったことあるね。でね、ゲーム目当てじゃなくて、カードの絵柄目当てで、ちょっと今回買ってきましたので、ご紹介したいなと思います。バトルスピリッツコラボブースターウルトラ怪獣ということで、インデックスカードですね。ゴマのチェットン、ベリアル、バルタン、ガトーゾア、ベリアル、ジャノ、サンダー、ブルタン、分身、電子爆弾、なんだこれ、電気ショック、などなどとね。いろんなカードがあるみたいですね。ということでね、インデックスカードとか、もう良くて、何のカードをゲットできたかっていうことを、見ていこうぜ。1枚目。はい。ゴーグファイアーゴルザー。いきなりね、結構欲しいやつがね、来ましたね。これめちゃくちゃね、本当に絵柄がかっこよくてですね、ね、ちょっと興奮するような絵柄ですよね。書いてありますけど、僕ね、ちょっと、わからない。ね、コレクターアイテムとしてもね、いいんじゃないかな、というふうに思いますよ。はい、ゴーグアントラーということで。いや、ゴーグ系ね、来ちゃったんですよ。ゴーグアントラー、ゴーグファイアゴルザーとね、来ちゃったんですよ。これは嬉しい。しかもね、ほら見てください。スカイマスキッティが飛んでて、ゴーグアントラーが攻撃するんですよ。これがめちゃくちゃかっこいい。いや、このカードはね、本当にね、これたまんねえなと思ってたんでね。いや、ゲットできて嬉しいっすよ。で、次がですね。はい、カプセル怪獣ミクラスでございます。すごい夜のね、夜な感じがして、すごいダークな感じですよね。で、次、ダッダー三面怪獣、ダーダーね。ダダツさんね、この、やっぱりポーズが、すごいよね。ダダと言ったらもうこれだよ、みたいな。そういうポーズだよね。ね、有効珍獣、ピグモンピグモンです。はい、次がね、この、無敵のガッツ星人ということでね。ガッツ星人の得意技である分身をね、しているといった感じでございましょうか。ガッツ星人はね、やっぱ最後の円盤でおろおろする姿っていう、あれが、やっぱりたまらなくね、可愛さアピールと言いますかね、いいんじゃないかなと。はい、そしてまた次来ました。カプセル怪獣でございます。ウィンダム。ウィンダムはね、アギラもいるのかな？ミクラス、ウィンダムって来たらさ、アギラ欲しいけど、アギラいるのかな？アギラね、出なかったんだよね。アギラいる。アギラも欲しいな。そして次はこちら。はい。ペンシル爆弾。ぶっちゃけね、これがね、今回出たカードの中でね、1、2争うぐらいね、好き。だってペンシル爆弾だよ。これ超かっこいいと思って。いいよね。すっごい。もうゼットン。ゼットン。ゼットンのね、無機質な感じがいいよね。次が、古代怪獣ツインテール。ね、ございます。やっぱり、ツインテールって言ったら、やっぱ勇気の感じですから、これはね、いいよね。どうせならグドンも欲しかったな。グドンと並べたいな。やっぱりね、怪獣好きには結構たまらねえな。ゲームとかも分かんなくても楽しめる。はい、続きまして、ウス怪獣もちろんでございます。最近あれに出てたな。ウルトラ怪獣散歩で、出てたな。出てた。超古代遺跡ルルイエ。ね、ウルトラマンティガ最終回のあれですよ。はい。ちゃんとね、ゾイガーがね、いるんですよ。そして次がこちら。ゼットン。一丁度の火球でございます。このゼットンはすごいな。もうゼットンのね、やっぱこの強さ、怖さみたいなものがね、この一枚のイラストで表現されている感じですよね。もうとにかくね、ゼットンのその一丁度の火球で、街を燃やし尽くしてるといった感じでございましょうか。ヒッポリト星人ですよ。このヒッポリト星人のイラスト何がすごいかって言ったらさ、このね、エースの人形を持ってるんですよ。いや、これがね、すごいよね。テレビのシーンで、
エースの人気をパキッとね破壊するところはねすごい印象的ですよ。はい、ジャミラでございます。ジャミラもうね、ウルトラマンと言ったらジャミラですよぐらいのね有名怪獣、はい、ブラックキングね、溶岩メッセンですよ。いや、ブラックキングかっこいいね。やっぱ帰ってきたウルトラマンの怪獣って言ったらやっぱ夕日がいいよね。そして最後、最後だけね1枚レアが出ました。それがこちらです。無双鉄人インプライザー。このね、インプライザー隊はとにかくね、びっくりだったよね。テレビシリーズの中間でバレるっていうね、驚きすぎる展開。でね、レアカードはね、こんな感じ、全体的にね、全体が、カードの全体がこんな感じで映ってるんですよ。ほら。ほら、すごいよね。しかも、インプライザー強いんですよ。めちゃくちゃ強いんですよ。ウルトラマンタノモでさえ、ね、苦戦した相手ですからね。いやーもうね、最終回のインプライザーが大量に出てきた時はもうぶっちゃけ絶望しかなかったよ。というわけでね、バトルスピリッツウルトラ怪獣コラボブースターいかがだったでしょうか。ね、皆さんもね、まだ買ってないよという方はね、ぜひ買ってみてください。怪獣好きにはおすすめでございます。ということで以上、出かけますチャンネルでした。バイバイシャーイ、バイバイシャーイ、シャーイ、バイ、はい。